宮古新報は沖縄県宮古島市で発行され、主に宮古諸島で公読されている長官単独の地域新聞である。宮古諸島では全国紙や琉球新報、沖縄タイムスといった県紙は空輸されて配達が午前10時頃になるため、地域新聞である本紙や宮古毎日新聞が支持を集めている。2019年1月9日に、 宮古新報社の当時の社長側が、業績不振で事業存続が困難であることを理由に、よく10日をもって会社を生産し、宮古新報を廃刊すると、労働組合に通告するとともに、全社員に、口頭で解雇を通告した。日本新聞労働組合連合によると、宮古新報社では2010年頃より、社長によるセクハラやパワハラ等の行為が行われており、労組が問題視し、 是正を求めたが改善されなかったため、労組側は2018年11月に社長退任を要求していた。これに対し、社長はセクハラパワハラを否定。会社側は体調不良等を理由に社長退任と事業上渡の意向を示し、会社売却を検討していたが、交渉が折り合わず事業上渡は頓挫し、会社生産の通告に至ったという。会社側は 11日付紙面に配管の社国を掲載して新聞の発行を終了する予定であったが、労組は社国掲載を拒否し、11日以降は紙面を4ページに縮小して自主発行を継続。また、宮古新報社に対し通知撤回と事業譲渡を求めるとともに、11日に会社生産及び解雇の一方的な通告が不当労働行為に当たるとして、 沖縄県労働委員会に救済申し立てを行った。1月23日には、宮古新報社が新聞事業を第三者に事業上とする契約が締結され、新聞発行が継続されることになった。2月1日紙面では、当面は4ページに縮小した紙面で発行を継続し、2月分からの購読料を1998円から1000円に値下げすることが、 明らかにされた。4月1日には、松川義夫会長、下地名社長らによる新体制が発足した。2020年5月31日、さらに若返りを理由に新体制に事業上とする契約が締結され、6月22日には、株式会社宮古新報が設立され、菅間敏一会長、新城龍太社長らによる新体制が発足した。 ありがとうございます。